スーパーマリオメーカー2やって、どうも。昨日の動画でも言わせてもらったんですけど、実は僕2月7日と2月8日この2日間めちゃくちゃ忙しくてコメント返信ができそうにありません。そしてそんな中、編集に時間のかからないみんなでバトルをやっていくというやましい気持ちを持って今日はやっていきたいと思います。そして先に言わせてほしいことが一つありまして、僕がコメントを返信できない中、コメントをくださってる皆様どうもありがとうございます。ということで、はい、どうもビオキングです。今日もですね、みんなでバトルと一発マリオ違う、ごめんなさい一発マリオは違ったね。いつもの癖が出てしまいまして、ちょっとやり直します。はい、どうもピョキンです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。でね、このみんなでバトル2022年初めての動画になるんですよ。なんでまず一発目のコースは勝利をものにしたい。そして流れをつかんで流れ閉ざされたじゃねえかいや、なんか運営に邪魔されてしまいましたおっきのピを持ってってくれるのかな。ナイス。そのまま投げないでよ。なんかそういうの多くないですかね最近。うわ、これ上から行くのが正解みたいな。はっ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 。ここでちょっと挽回させて。しかも初代スキンでしょ。熱いね。それじゃあ一番上行きたいと思います。うわ、ちょっと出遅れたら。さあ、いい位置だから右だね。ナイスナイスパル。でこのままジャンプしてどんどん上に上がっていきたいと思います。もう噛みすぎて何を言ってるか分かりませんけど、ここでマジで挽回させて。うわ、マジで気づきは早いな。スター取っていこうか。このスターマジで重要になってくると思う自分で言っちゃってますけど、これ早くないですか。よし、マジで負けねえ。あの木のピオが迫ってきてる。ベンダーは負けないよ。これは、いや、嘘。これチビになっていかないゲームパターン。マジかよ。こうやっていくパターンと思った。僕の知識不足だね。いや、このみんなでバトルやるじゃん。そしたらね、最初に担いでくれる人っていうのはね、結構増えてきてるんだけど、絶対投げられるんだよね、反対側に。これマジで最初に来たよ。やった来たこれはもう勝ったんじゃないかな。落ち着いていこうか。で、うわ、これは大丈夫勝利することができました。テッテレッテッテッテッテッテレレ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 テッテッテレッテレ。自作一の一、始まりの草原ルイージそんなに好戦的にもうルイージに構ってる言わないで。もう自作一日でしょ。なんでもうどっかとかなんもないと思うんだよね。なんこのままルイージには負けない。あんな好戦的なやつに負けなくなる。大丈夫これマジでルイージが来る。ここでゴールあって頼む。クリボちゃんはしないでね。上ナイス。よし、これでルイージのタイムに下がられるでね。そしてみんなでバトルをやるときね、たまに僕ねめっちゃゲスるときがあるんだけど、そのゲスキングがね好きっていう方がね意外と多いんですよ。なんで今日マジでゲスキングになろうかなと、そう思っております。さあ、ここはキノコレースって書いてたね。キノコレースってどういう意味なんだろうね。もしかして 2vs2 みたいな、そんな感じのコースかな。だから僕は兄弟でタッグを組むっていう感じになるんじゃないかな。いや違うね。なるほど、分かったよ。ここ USA キノコのステージと USA キノコじゃないステージがあるみたいな、多分そんな感じだよ。マリオ、ここで主人公のさ僕もらいます。絶対に譲らない。今日からスーパールイージメーカー2になってみせたいと思います。あのマリオで勝て。さあ、このままルイージ行きましょう。来ました。これ分かったんじゃないかな。次はデカキノコか。よし待って、マリオマジ早いね。だいぶこっち来てるよ。大丈夫。なるほど、ここで隠しブロックがあるけんか。負ける、負けてしまう。ルイージにこの差生まれてしまう。頼むルイージ行ってくれ。ラスト、ここでひさためのドルテッテッテ。来ましただいぶ差が生まれたんじゃないんですかね。これで、ね、ここでもう一回スーパージャンプ。来ました。ちょっと軽そうだったけど、さあこれはもう勝ったね。あとあの3人がどういう動きをしてくるかだよね。さあ、これはもう勝利をものにしてると思います。もったいね、スーパージャンプミスしてしまいました。で、ここでバネを持ってビヨン。くそよし絶対勝った。一人早いね。大丈夫。うわ、なんか遊んでるよ。なんか遊んでる。あれもら
撮ってよかったのかな。一応ごめんなさい、久しぶりにビンバットやったらこんなに目が追いつかないもんなのか。これ右に行ったらゴールっていう感じでしょ。待ってキノピオ、ちょっと待ってそれゴールでしょ元日みたいなコース、いいね。僕の中じゃ2022年初のみんなでバトルだからね、もう元日みたいなもんだよ。どう元日っぽいのかな。これで終わりはやめてね。なんで今ちょっと止まったの。はぁ、久しぶりにやるとね負け率がすごいんだよね。なんで落ち着いていこう、落ち着いていこう。トロールじゃないんだからさ、落ち着いていったらきっと勝てるよ。こういうね敵たちもしっかり止まって、もうパックンとかもねもうちゃんとよしよしよし、魚にも気をつけてしっかり落ち着いていけばきっと勝てると思います。でここでしっかりアイテムも取って、多分ねあのキノピオ多分余裕持ってるからね、多分負けると思うよ。待ってて、ちゃんと抜いてみせるから。これフラグじゃないよ、きっと多分大丈夫。よしほーらー来た、1の1。僕が最も得意とする1の1だね。いやそこの1の1せめて初代スキンの1の1が良かったな。ちょっとルイージ邪魔しないで、ルイージ相当好戦的だな。あのルイージマジで負けないよ。ちょっと見ててね、あのルイージ攻撃して僕が1位を取ってみせるから。神のコーラとかないから頼む、神のコーラ、僕俺だけ。来ました、神のコーラ、待ってルイージ、おっせハニーレモンしか勝たん。ハニーレモンという飲み物かな。僕今なっちゃん飲んでるよ。さあ今回はマルチプレイヤーバトルだね。マリオだから赤いきます。結構忘れちゃうもんね自分のキャラって。さあ始まりました、マリオだから赤だったね。これはどんどん上に登っていく系か。なるほど、よしよし、こういうの得意かもしんない。かなり一発マリオやってきてる僕。よしでこっからシュッ、ここもシュッシュッシュッ、よしキノピオめっちゃ苦戦してるね。さあこれ僕は1位を確実に取りたいと思います。さあ完全独立だね、もう相当開けてるよみんなと。かなり難しいんじゃない。うわキノピコが来た、よしあのキノピオと一騎打ちだね。絶対に負けません、もう余裕だね。っていうか見てて、こんなちょちょいのちょいだから行きました。このまま右に渡ればびっくりした完全に勝ったでしょこれは。これでみんなでゴールだね。ここでずっとゴールさせない意地悪してみる、そんなゲスキングかわしてみる。星の位置ボーナスステージ、どんなコースなんだろうね。あれなんかボーナスステージっぽくない、ね、音楽だけじゃねえボーナスステージ。ちょっとラグいな、一番前は譲らねえよ、絶対譲らない。よし来ました、ここでルイージを持ってルイージを捨てる一番結果遅いじゃねえか。みんなもう行ったね。これは何、ナイスアイテム、このアイテムが必要になるんじゃないかな。あのボーナスステージとかいうコース名は嘘だよ、きっとトロールコースだね。なんで、はっ何もない、ピオリーナっている、聞いたことあるよピオリーナさんって、絶対に僕のことを知ってると思います。ピオリーナ、ピオリーナこっちだよピオキングこっちだよ、こっち向いて、くっそ気づいてねえのかな、多分画面を見なかったね。このゲームしながら携帯見てるパターンだよで始まったらやるみたいな、うまい、ナイスかわし、このままガモンの、くっそ、うわマジで後ろ、びっくー、このとこ入れるかな、あ入れた、こっちが近いっていうパターンありえるよ、頼むスターって、スターじゃねえのか、ファイヤーかよ、くそ、でもファイヤーの方がいいかもしんないね。こうやって相手を牽制しながら進むね。おルイージお知り合いですかね、名前ちょっと見てなかったけど。さあここはルイージには負けることはできませんね、いつも見てくれてるミスターさんだったらかっこいいところを見せたい、だからあのルイージの負けることができない、なんでこのマリオどいてすげえ片言になるような気がするけど、こういうステージなんか見たことあるぞ、初代スキンでなんか4のなんとかみたいな感じでなんかあったよねこういうの。さあマリオ頼むどいて、くっそ神のコラ仕事しろ、カメ登って壊せってなんだろうね。
あ、一応バトル用コースなんだね。そしてキドピオ、めちゃくちゃなんか挨拶してくれてるね。ちょっと待ってね、ちょっと先に進まして。キドピオ誰？ FXR タラちゃん、タラちゃんなんてかですっていうサザエさんのキャラだったっけ。タラちゃんには負けません。さあタラちゃん勝負だね。タラちゃんじゃねえのか、タラちゃんのピンクバージョンでした。じゃあここは登って何かを壊さなきゃいけない、そういうステージだと思うんですよ。むずけこれユースケンのさバトル用コースってマジで難しいよね。これ壁キックとかね結構しなくちゃいけないから、もうテクニック要素バリバリなんだよね。そういうバリバリのテクニック要素僕苦手だからさ、一発マリオとかだったらいいんだけど、こういうバトル用コースだったらマジで遅いんだよね僕。あ、危ねーさあここでふーいさあふんふん言ってますけど、今日もふんふんデイだね。負けそうだな、タラちゃんに。タラちゃんに負けたら僕はもうイクラちゃんになるしかないね。うわー、タラちゃんやるね。じゃあ僕はもうイクラちゃんになるんです。なるほど、ここでキノコが取れてヒップドロップで壊すっていう感じだったのか。もしかしたらさ、リスナーさんだったら待ってくれるかもしんない。なんであのタラちゃんが行ったところに行ってみる、そしてゴール条件奪ってみる、その戦法で行ってみよう。待っててよクリボー平原か、ここ注意しなきゃいけないね。絶対クリボーにやれるよ。あ、ピカ様ナイス、ピンク、ナイス、ピンク、うわやられてしまったピンク頭が。そしてルイージはファイアーボールという強力なアイテムを手に入れてます。絶対負けない。そしてパックンがマジで多いんだよな。パックンも気をつけていかない。はっはっはっ、よしカメロこれ手に入れました。これで僕は無敵だね。こっちに来たら投げるよおりゃマリオいや違うんだって、ルイージに当てるつもりだったんだって。ここはまずドッスンを落とすのかな。落として、いや落としたところでだよね。あ、左にドッスンを移動させるみたいな、それともこのまま上に行く感じかな。それで、あ、ドッスンを左にやる感じだよきっと。みんな邪魔しないでね、邪魔しないでって。絶対そうなるの分かってたじゃんもうドッスンを左にやらなきゃいけないんだってこれ。よっしゃ来た、一番手もほら邪魔しないでピンク。よしこのまま幅跳びでやられろピンク、やったねよし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 、このままどんどん進んでいこう。これ僕ワンチャン1ありえるよ。さあこっからだね、こっからどうするかなんだよな。とりあえず上のチビドッスンに乗ってあの針を越えろっていう感じだと思うんだよね。それでいいでしょ。で左に行くのかな、左しかない、こっちしかない。そしてまたドッスンに乗って上のびっくりブロックを叩けっていうことだよね。行き過ぎようにします、右よし、うまい。あのびっくりブロックは何だろうね。そしてランクすげえな。はあ待って、ルイージこっち来ないで、頼むルイージこっち来たらバトっちゃうから。ナイスルイージ分かってる、危険を察知したね。僕の近くにいたらやられると、そういうことだね。分かってるじゃねえか弟。でここでヒップドロップすればいいのか。ほっよし、そしてそのまますぐ、はっ、なんで消えたのなんで消えたの、待って危ない、ルイージやるじゃねえか、ちょっとラグねえんだって。ほっ待って、ルイージこれヒップドロップ、そしてルイージを倒します、ナイス来た、こっから落ち着いていけば絶対に勝てるよ。キノピオが来てるのか、キノピオもちょっと倒しておきたいところだけどな。これはどっす、どこに動く、どっち、右、下、どっち、下、右、危ねえさあここでドッスンに乗って一回ジャンプして右に渡るって、そういう感じだね。でここのまま右で、このドッスンは左か。でここでドッスンを一旦多分ねオンオフすると思うんだよね、このドッスン。そうでしょ、ちょっと壁キックして逃げておくね。そして下の針に渡れるようになると、そういう感じだね。いや面白い、面白いけどちょっと難しくないですか危ねえでもう一回オンオフ、これタイミングがマジで重要だな。そしてラグ、マジでラグリーで壁キック、うぅ危ない、やられる、うぅうぅうぅもう一回チャンスちょうだい。でここで壁キックだね、危ねえ。大体みんなあそこでやられるんじゃないかな。ちょっと落ち着いていこう、マジで落ち着くね。ちょっと無言になったらこれ、なるべく無言にならないようにするけど、
よし。でこのドッスーは左で、あのドッスーもね右に来ると思うんだよね。そこをきれいにジャンプして避けます。来ました、これは勝ったでしょう。もうでここもジャンプ、あぶねえ。こ下地面あるかな、待ってここちょっと、もうさっきのところだよ、ここでもうやられない、絶対やられないっていうか、たまたま1位でここまで来れたんだけど、なんかね1人脱落したんだよね、ギブアップしちゃって、でみんなやられて僕が今1位を取れてるわけなんですけど、来ました。ありがとうございます。ルイージ持ってってくれてるよ、頼む、信じるよ、左に投げないでね、ルイージ優しい優しいとか、もう一回持ってってよルイージ、そんなに一人で行かないでよ、頼むから持ってって、ナイス頭、よし、そこでナイスルイージやられました。あと3つだね、あと3つあと2人だね。さあここであと1人脱落しました、あとはあのピンクい頭野郎だけだね。さあここで中間ポイントを取って、やべえ、あのピンク頭うまいよなかなか、でも僕はあのピンク頭抜ける、はだー。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。